ガーリッシュ。なんか一定の距離感が好きなの謎なんだよね。なんかこれで撫でるとまたどこ行くかもしれない。舐められたくてきた。こっち一定の距離感がいいんじゃない。舐められたくてきたのね。撫でられたくてのウーバーイーツするんだ。アサイー頼もうと思って、あれがついてない。あ、グレープヨーグルトつける。野菜を頼んでます。よし、ここにします。チャージしなきゃ。ありがとう、今日も一日会えて嬉しかった。なんかでもね、かき氷みたいな感じ。嘘、凍ったスムージーって感じ。冷たいもの好き。出たの？なかった？なりましょうか？忘れじゃないですね。上に登りたい感じですか？お邪魔。どうです？上どうぞ。そこ座りたかったからですか？じゃあこれちょっとどかしておきますね。まあ気ままに待とうということでスタンダードを選択し、アサインを頼みました。死んだ。友達に配信しますって間違えても、口玉ネージャーじゃなくて
じゃあちょっとあの、またよ。多分ね、登りたい圧かかってたからだいぶ、昨日のスープを温める。昨日スープ作ったんだ。で、ちょっと、皆さんからいただいたプレゼントをね、開封したいと思います。本当はね、もうちょっと届いてたんだけど、ちょっと手が足りなくて持って帰ってこなかったんですけど、なので少々お待ちいただき場合もございます。まずは、じゃあマッキーかなー。あ、バッグだ、かわいい。かわいい、バッグ。え、待って、ありがたい。トレーナーじゃん。え、かわいい、トレーナー。韓国土産かな。お、うわ、ありがてー、レッスン着ありがとう。マジでこれは助かるぞ、本当に。こういう感じのね、レッスン着。あ、ね、かわいい、かわいい、ぶちかわいい。広島限定の口チタ。はい。じゃあマッキーかなのプレゼントです。ありがとう。メモ用の写真です。ありがとう、嬉しい。愛用するね。まーちゃんが使うものしかない。ありがとう。続きまして。見たことある字だぞ。じゃん、それ入りたいのか。どうですか、あのお肌に合う。どれだけ食べた。どれだけ肌に合う紙袋なのかわからない。じゃん、タコペペちゃんかな。待って、かわいい。え、かわいい、天才だ。かわいい、ねえ、かわいすぎる、嬉しい。わ、え、かわいい、トップスもめっちゃかわいいじゃん。嬉しい、ありがとう、タコペペちゃん。ちゃんと注意書きで、趣味じゃなかったらごめんねって書いてあるけど、とっても趣味です。嬉しい。え、待って、これ絵見せていい？めっちゃ可愛いのよ。お手紙に書いてある、絵が上手な子なんだけど。あ、いた、タコペペちゃん。え、これ絵見せていいやつ？いいって、めっちゃ可愛い。ちょっと名前とかどうしよう。上手、可愛い、天才、本当に可愛い。なんかいつもね SNS でも載せてくれてる。ありがとう、可愛いお洋服ありがとうございます。またイベントできるね。絵上手なのさ、羨ましい。ハナも絵上手になりたい。ちょっと
スープの具合をちょっと見てくる。ね。開けたらスープを飲もう。よいしょ、めっちゃいい匂いする。で、ノッピーからです。え、待って、ちょ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 いちょいちょいちょい、なぜいつもプレゼントセンスが良すぎる。もぎ花様っていうさ、この字でわかる。ありがとう、お手紙ね。みーちゃん、めちゃ当たり障りのない絵を見て、かわいい。激カワ、めっちゃカワですな。ありがとう。これ、もうありがたプレゼント代に寝すぎ、本当にありがたい。え、待って、なんかこれどこで見たぞ私。センスよ。かわいい。私も好きなものが分かりきっている。さすが。え、かわいい。見て。かわいい。ピンだ。嬉しい。あ、もう落とした。あれ、何もない。え、待って。先生。ちょっと待って。これは SNS で鬼の話題になっていたリファの櫛じゃん。待って、かわいい。天才ハートのやつじゃん。しかもかわいい。ねえ、ありがとう。天才だ、天才すぎる。みんな天才、本当に。私のファンの人は本当にセンスが爆発してる。私よりセンスいいみたいなとこある。よいしょ。じゃあとろろが食べる前にお手紙を一気にこっち側に寄せる。とろろさ、本当にさ、噛む食べるんよ。勘弁してほしい。天才チャンネル、ありがとう。かわいいの、ありがとうね。あ、アサイが準備してますだって。天才チャンネル、待って、誰これ。これどっち、急に出てきた。かわいい、めっちゃ激カワ超か。一応確認写真撮って、違かったら教えて。突然現れたプレゼント。よいしょ、ありがとう。みんなとっても嬉しい。明日のお洋服はね、3個ぐらい候補があるんだけど、まだ決まってなくてちょっと迷ってます。でも今日いただいたお洋服も候補に入っちゃった。まだ迷います。じゃあちょっとスープ飲みますね、私。スープを飲みたい。
かあんまり得意じゃないんだけど、しめじを入れてちょっと意外と飲めた、食べれた。しめじ意外と食べれるよ、私とても得意じゃないと思ってたんだけど。最高スープです、こちら。え、トロちゃん、そこはダメでしょ。じゃん、スープ 見える。ポトフですね。ポトフ、トマト系じゃないけど、なんて言うんだろう。スープ。昨日作りました。しめじ、えのき、キャベツ、玉ねぎ、ソーセージ。味付けは醤油とニンニク。ここほんま。最近さ、ホワイトタイガーのさ、なんか映像見るのにハマってるんだけど、動き出したホワイトタイガーの赤ちゃんがかわいい。マジ会いに行きたいな、かわいい。幸せ。明日暑いの？マジないけど。今日が可愛い系だったかなって思ってます。暑くなるのやだね。今日雨だったからね。てかさ、対面の時いつも雨じゃない？気のせい？ほんまに好きや。
うまっ。まあ、マイク推しの友達のマイク誕生日会です。おお、もうちょっとだもんね。今月うまっ、めちゃうまっ。はあ、お母さんホワイトタイガーがお腹を見せている。えぐい。YouTube でずっと垂れ流してる。スープおかわりに。うわ、かわいい。ね、ねねねね、超かわいいよ、ホワイトタイガー。お母さんトラがギューしてる。えぐい。今日いっぱい食べる日？いっぱい食べる日なのこれ。どうなん？スープとアサイボールはいっぱいですか？いっぱいかも。生放送なの、えぐない？にゃーん、かわいい。とろろが気になっちゃってる。とろろめっちゃ見てる。かわいい。この絵撮りたい。この絵を撮るぞ。
めっちゃ見てるやん、トロロ。かわいい。だって可愛すぎる。仲間意識持ってんのかな。かわいい、かわいい。トロちゃんが、トロちゃんが反応してる。かわいいな。かわいすぎるんだけど。え、めっちゃかわいい。可愛すぎる。可愛いトルちゃん。家族ラインに送った。おーい、トルちゃん危ないよ。やばい、ずっと興味津々。見れる、一生見れる。マジで一生見れちゃう、ほんまに。余裕、一生見ることが関して。やばい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 。トロちゃんやばい、めっちゃ見てる。
わいい。ホワイトタイガー見てる。トロロかわいい。反応してる。かわいい。やばいんだけど。トロロがかわいすんぎなのよ。めっちゃ見てる。めっちゃ見てる。かわいい。ちょっと待って、トラちゃんベビトラじゃなくてさ、飼育小屋にいる虫みたい。え？なんか目線が下なわけ。って思ったら、飼育小屋にいる虫めっちゃ見てるわ。え、トラちゃん？嘘やろ。虫の動画にしたろか？嘘やん。トラ。あ、今いや虫見てるな。勘弁して。そうやろ。タロちゃん、指ドラかわいい。マジかわいい。携帯でも見てるし、テレビでも見てる。よくわかんない状況に見てる。かわいい。ずっとテレビ見てて。ね、まだ歩けないのかわいいね。めっちゃ見てる。じゃあ、あと20分ぐらいは浅井が届かない。20分15分ぐらいかな。浅井が届かないのでタワーを読ませていただこうかな。タワー読みます。ゴーイチ、ゴーイチありがたわ。今日も一日ありがとう。大丈夫？もう寝た。ちゃんと寝、ね、どいつ寝たの？いつ寝てるのってくらい本当にありがとね。こういち疲
れてるし、あ、今寝てた、本当に仕事終わりに来てくれて。ありがとう。嬉しかったよ。たくさん話しに来てくれて。癒されて帰った？よかった。早く寝るんだよ。またね。よかったよ、2日間。お休み取れたのかな？ 2 日連続でお話できるの。楽しみにしてます。え、行かないじゃんの配信見るの？寝なよ。寝てないやん。寝なよ。見てほしいけどさ。なんでな？見たら寝る？本当に？約束だよ。倒れちゃうからね。寝れる時に寝てね。ありがとう。でも嬉しい、見てくれるの。え、ワンピースめっちゃ進んでるでしょ。すごくない？ずっと見てるからね、私。アニメみんな早いんだよね。ずっと見てるから。任せて。え、語ろう、マジで。あのね、あそこで泣きました、ラグーンで。でエースで泣いて、今2年経ったみんなが美女良すぎて感動しつつ魚人島に来ました。久しぶりにあの人手とかと再会した。早いでしょ、結構いいペースで見てるよね。え、語り尽くそうな、楽しみにしてる。明日も話せるの楽しみにしてるね、花も。ありがとう、かわいち、ありがとう。続きまして、あたんあたんあたん、ねえ今日会いに来てくれて嬉しかった、待ってたよ。ちょっと次はライブでしっかり見つけられるようにするわ。ちょっと広すぎたし記憶多すぎたわ、いこの以上。悔しい悔しい。でもよかった、目合ったって言ってくれて嬉しかった。はなちゃんの見てことを見てくれてるから目が合うんだぞ、嬉しいぞ。お、38分、あと10分後に野菜届くって。ねえ待ってるね、またオンラインでも話したいし。明日来るの？明日来るの？そっか、じゃあまた次話せるの楽しみにしてるね。ライブも？ライブもまだ予定決まってない？ライブ来るちゃうか？次の予定楽しみにしてる。嬉しかったよ。パーってなった。あ、あだ。見に来て、嬉しい、そうやってくれて。仲良く、こちらこそ仲良くして、喋りやすくて嬉しい。ありがとうね、あたん、あたん、あですっていうの面白かった。ありがとう、あたん、ラブ、ありがとう。また予定決まったら教えて、リプして。ありがとう。続きまして、やましん、今日も一日ありがとう。いっぱい話してなんかずっとニヤニヤしてて可愛かった。いつもテンション高くて花ちゃんみたい。ありがとう、今日も、今日もだね、明日もだね、嬉しいね。2日連続だからもう全然寝たらみんなに会えちゃうの嬉しい。早く寝ような、みんな。いつも通りです、間違いない。否定しない、いつも通りでした。ありがとう、楽しかったよ、いっぱいお話できて。楽しそうで嬉しかったし、やっぱなんかいつもと美女違かったんだよな。何なんだろう、何が違かったんだろうね。
明日のビジも楽しみにしてます。逆転してる。どうしよう、私は明日の服ってなっています。そう言ってくれて嬉しい。そう言ってくれて、そう思ってくれて嬉しいよ。ありがとう、やまいしー。楽しみにしてるね。明日も、明日もよろしく。早く寝るんだよ。起きれないなら寝坊するんだよ。あ、違う、間違えた。オールするんだよ。寝坊するんだよ、やばい。あれしてね。ありがとう、マシ、ありがとう。おやすみ、ありがとう。続きまして、先般、先般、あ、先般かーってなったら面白かった。ありがとう、こちらこそありがとう、嬉しかった。先般ってなったね。いっぱい話にも来てくれて嬉しかったよ。ありがとう。記憶ない？嘘。緊張してた。全然そんな風に見えなかった。欲しい。なんだ？記憶飛んだ？かな。嬉しい。ありがとう。そう言ってくれて。待ってたかな？お話できてめっちゃ嬉しかったし、楽しかったよ。すっごく。明日も来るのね、待ってるね。お話ししようね。早く寝てね。寝坊しないでね。嬉しい、待ってる。夜ご飯しっかり食べて、またねえ、めっちゃ欲しいで、なんだ。近くのホテル取ってるから寝坊しないようにするか。頼む。近くのホテル取ってるなら寝坊しても間に合うか。でもダメです。気をつけるんだよ。はやちゃんも早起き頑張る。ありがとう、ありがとうわ先輩。明日もよろしくね。今日もありがとう、ありがとうわ、ありがとう、みんなありがとう。トロロ一生見てるわ。もう多分虫見てるわ。めっちゃ虫見てるわ。ゾワゾワする。やば、逆乗ったの。気をつけて。ケートン、ケートン、ありがとう。ケートン、このさ、家のタワーなんだろう。赤ずきんちゃんの家？いや、おばあちゃんちか。狼の家？おばあちゃんちか。謎タワー。ありがとう。明日行ける？嬉しい。待ってるね。話せんの？楽しみ。嬉しい。来てほしいなって思ってた。思ってましたよ。可愛くして待ってるから楽しみにしてて。今ね、ちょっと迷ってる。なんか、配信始める前まではお、これにしようみたいな感じだったんだけど、プレゼントで可愛いお洋服ももらっちゃって、どうしようってなってます。花も楽しみにしてる。久しぶりに会えるな。待ってるよ。何着てても可愛い。やった、可愛いって言って。花ちゃんとシュークルームどっちが好きなの？答えは簡単です。おい、しばくぞ。シュークリームですって言ったな。しばくぞ。まあてれやなんだから。
しばかれたい勘弁して。勘弁して。やばい人。やばい人、明日。止められないようにね、そんなやばいこと言って。待ってるよ、明日。ありがとう、休み取ってくれた。しばかれに来てください。待ってます。待ってます。ありがとう、ケイト。ありがとう、マーだよ。明日待ってる、約束。寝坊禁止。ありがとう。ありがとう。明日の目覚ましを設置しよう。虫かい？虫いなくなったの？ドルちゃん何見てんの？虫？虫だよね。私のキュン返してね。かかりつくの23時です。帽子ないように頑張る。どういうこと？前乗り？どういうこと？ちょっと待ってね。明日の時間ミスってるよ。ミスった時間に今かけようとしてたよ。こっちですね。嘘でしょ、3時半起き？真面目すぎるやろ。ギリギリです。私は幸せだった。嬉しい。あ、埼玉ね。あ、なるほどね。うん。虫か。あ、虫だね。虫見てるね、トロロ。ウーバー届くかな。1分後に到着だったよ。もう近くにいるんだ。リオピーありがとう。ちょっと待って、アサイボール届いてから読むね。トロロが嬉しそうに虫見てる。今日寒ない？寒い。足音聞こえる？それな。
届きました。やったね。今日は頼んだことのないところのやつを頼んでみたので、バク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 、めっちゃ可愛いの届いた。スーパーピッツ最高、ありがてえ。おお、スムージータイプですね、とっても。いただきます。なんかいろいろ美味しい。うん、まっ。全然いいんだよ。ちょっと混ぜてもらっちゃうけど。暴れタイム。やめろよ猫。ごめんね。ちょっと浅い食べ終わるまでちょっと待たせます。めっちゃ美味しい。なんかオリジナルのグリークヨーグルトがめっちゃクリームチーズみたい。うまっ、暴れ回ってる。
マサイってほんとスムージーって感じ。私ラズベリー苦手だけど、ラズベリーの味はしないよ。それであげよう。暴れ狂ってるよ。このアサイはフレグラがクッキー生地。元気すぎるんだけど。やばい、本当に元気。風が来てる。元気すぎて。やばい、元気すぎる。虫を見て温まった体力がここに来ちゃってる。ママに「虎見てたかと思うやん、下にいる虫見てた」って言ったら「残念なタイプ」って言われてる。トロロが本当だ、前髪にほこりついてる。疲れてきてるよ。レオピー、お待たせしました。ドロロもともとグレーだよ。レオピーいるかな。レオピー
え、全然せかしてない、全然ごめん、もはや自分のマイペースだったっけ。トロロが、トロロがあのなんか紙袋にはまってるけど大丈夫、首に入ってる、ちょっと待ってね、やんでみる、ちょっと待ってね、ちゃん気をつけて気をつけて、暴れないで、もういやいや入るかい、あの紙袋の持ち手の部分にさ顔が入ってたけど、全然余裕ある紙袋だから自分で取れちゃう。ありがとうリオピ、全然マイペースですよ、ハンさん。マイペースにしてた。こっちにいる。おい、来た。今日のななちゃんテンション高くて楽しかった、また明日もよろしくね。こちらこそだよ、ななもリオピと話せて嬉しいし、リオピめっちゃずっとニコニコしててくれるから嬉しい、嬉しい、ありがとね。リオピと話すの好きだから明日も楽しみにしてる。ちょっと待ってね、なぎさからバックライン来て、ワンピース頑張って追いついて、頼むよ。でも他のアニメも語ろう、待ってるね。嬉しい、さっきからの連絡なばし、ワンピースは今2年、なんかあれ半分ぐらい来たのかな、魚人島って半分ぐらいなのかなぐらいまで来て、ワンピース見たことある、リオピ。でも明日も話せるんだもんね、何のアニメ好きか、美味しいキャラ誰だか教えてください。マジ一緒喋れちゃう、普通になんか困る、一緒喋れて。ありがとね、いつも嬉しいよ。嬉しい、明日また話してくれるの待ってる、超楽しみ。あの今日よりもテンション高くなっちゃうかもしれないけど引かないでね、頼むよ。ありがとうだよリオピ、ありがとうもあるよ、全然せかしてません。今朝ちょっと休憩したい気分になったので読み始めたという、あのマイベースさなのでお気になさらず。ありがとねリオピン、ありがとう、まー明日も話そう。続きましてつかちゃんかな、つかちゃんもやんな、つかちゃんありがとう、つかちゃんありがとうわだよ、つかちゃん。疲れ果ててる。こちらこそだよ、ありがとう花も、会えて嬉しかった、全然久しぶり、久しぶりだけどさ久しぶりな気がしなかった、なんか楽しかった、会いと消える、会いと消えない、明日もあれ会えるんだっけ、つかちゃん嬉しい、いつもお話ししに来てくれてありがとね、ね、ショートも連れてきてくれた、嬉しい、可愛かったショート最高、ちょもっとショートの魅力について話そうな、ヒロアカの魅力について話そうな、明日ないのか、そっかそっか、
じゃあまた次話せるの楽しみにしてろ。ありがとね。嬉しかったわよ。ひろあか見て頼む。もっともっと詳しくなって。じゃあ次話せるとき、あ、あ、ツーショット会来てくれるんや。感謝祭もありがとう、超楽しみにしてる。ありがとうありがとうわ、デシツカちゃん、また会いに来てね。ありがとう。続きまして、ひろと、ひろとん、ありがとう、ありがとう。これ今日着てたひろと違うかな。どのひろと。で、急にアサイーボールを食べ出す。え、明日来てくれんの。え、今日いたひろと、ひろとですって言ってた人じゃなくて。ひろとですって人いたの。あ、違うかった。汗待って、どのひろと。前に対面来てくれたひろと。まあでもそれは明日会えば分かるのか。けどショールームでタワーしたひろとだよって言って、このひろとかってなるからありがとうひろと、嬉しい。明日来てくれるの。今日はお仕事だったん？用事だったん？嬉しいね、はやちゃんのために時間作って明日会いに来てくれてありがとう。あ、おぎー呼ぶひろと分かるわいないもん、おぎーって呼ぶ人、ひとみと待ってるひろと、嬉しい。楽しみにしてるね、会えるの。嬉しい、花も会えて嬉しかった。会いに来てくれて嬉しかった。行かないぞ、今で。またノイミー単独にも会いに来てね。 SSA も決まったし、行かないぞはちょっともう視野たくさんって感じだったんですけど、記憶もたくさんみたいな、見るとこいっぱいあるみたいな感じだったんですけど、てかまず番号覚えなきゃーみたいな感じだったんですけど、ノイミーのライブはもうちょっと余裕あって、みんなのこと見つけられたりとかするので待ってます明日話せるのも楽しみにしてるね、ひろとん。ありがとう、ひろとん、ありがとうわー。え、はなちゃん、なんか偏ってたよね、今回。そうなの。じゃあ、ランキング読みます。12位、あゆむ、ありがとう。11位、ノーティー、ありがとう。10位、ウッチー、ありがとう。9位、ラキオ、ありがとう。8位、ヤマシン、ありがとう。7位、リオピ、ありがとう。6位、ヒロト、ありがとう。5位、ツカちゃん、ありがとう。4位、アタン、ありがとう。3位、センパン、ありがとう。2位、ケイト、ありがとう。1位、コウイチ、ありがとう。みんなありがとう。ということで、もうお眠なので、今日も12時前に寝たいと思います。みんなも早く寝て、寝坊しないでね。ありがとう。ありがとう、ペコリ。じゃあまた明日話そうね。ありがとう。明日もちょっとできたら、眠くなかったら夜配信するかもなので、よかったら見てください。じゃあねー。